はい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 、気持ちいい気持ちいいよー。裏ローテでなんか弱いなーって言ったじゃないですか。2連勝ってマジででかくないですか。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てってください、よろしくお願いします。はい、今日も気分いいよね。勝つってマジ気分いいよねっていうところで、この間ね、後半戦入りまして、ローテ編成したじゃないですか。で、表のローテ、非常にね、強いピッチャーというか、ジャイアンツで言ったら、こう、勝ち頭がね、集められてて、裏ローテは、まあ、例えば赤星投手とかね、昨日で言ったらね、で、今日で言ったら、井上投手とか、で、まあ、菅野投手とかね、ちょっとまあ、劣るとは言わないけども、少し、まあ、ジャイアンツの投手陣というところで見たときに、ちょっと弱いなっていうようなピッチャーが集められてたじゃないですか。で、僕それ見たときに、はじめの DeNA の3連戦。これちょっと、結構これ鍵になってくるんちゃうかって思ってたんですね。それがなんと、2連勝というところで、もしかしたら3連敗する可能性、もうあったんじゃないかなって個人的には思ってたんだけど、この弱い方のローテの方ね、裏のローテの方でこれで2連勝したっていうのはマジででかいと思うし、本当にね、今日井上投手ピンチありました。ただ最後ね、しっかり腕振ってストレートも変化球も投げれてましたんで、今日はね、そういったところを少しね、重点的に解説していきたいなっていうふうに思ってます。はい、じゃあね、今日の動画の構成なんですけど、まず得点シーン振り返っていきましょう。うん、やっぱりね、勝った試合っていうのはね、何回振り返っても気持ちいいんでね、振り返っていきます。で、二つ目が、打順の変更ね、ちょっと相手のね、DeNA とかも、ちょっと緊急登板なんかもありましたんで、それについてもね、ちょっと言及したいと思います。で、三つ目はですね、僕が気になったところであったりとか、先ほど言いましたように、井上投手のね、今日なんで良かったのかとか、この打者の攻め方良かったですねみたいな感じのところを配球チャートもね、用いながら見ていきたいと思います。この3本でやらさせてください。じゃあね、まず、初めにですね、得点シーンを振り返っていきたいと思います。僕のこの、胸のところら辺にね、画像を出しながら見ていきたいと思います。はい、まず今日はですね、2対1、まあ僅差のゲームでしたけども、ジャイアンツが接戦を制したというゲームになっております。はい、まず先制したのはですね、ジャイアンツだったんですね。今日はですね、はい、2回表で、2アウト3塁から伊豆口選手のライト前ヒットというところで、まあ初球のスプリットだと思うんですけども、非常に、積極的に打ちに行けた結果じゃないかなっていうふうに思うし、非常に伊豆口選手で、ね、今日いい働きをしておりました。で、5回表、追加点ジャイアンツです。はい、2アウト2塁で岡本選手のセンターへの2ベースというところで、まあ、非常に、いい攻めをしてました。うん、裏を変えてね、攻めをしてました。後で見ていきますけどもね。うん、ただ、最後のフォークボールだと思うんですけども、ちょっとね、高めに浮いて、本当にど真ん中行ったんでね、それを岡本選手は見逃してくれなかったというところじゃないかなと思います。で、ですが、5回裏、すぐですね、取った後すぐ取られるというところで、5回裏、先頭のフォード選手ね、まあ、昨日初先発だったと思うんですけども、今日ね、井上投手のね、スライダー、高めのスライダーをですね、もう巻き込んだっていう形でね、本当にヘッドのリストというか、強いなっていう、まあ、プルヒッターだなっていう風なところでね、弾丸ライナーで、ライトのポール際にね、ドーンという風にホームラン打たれて、ちょっとびっくりしたんですけども、非常に、ナイスなホームランだったと思います。あ、これ高梨投手か、打ったの。あ、すいません、井上投手ですね。すいません、間違えました。で、まあ結局ね、結果2対1というところで、ジャイアンツが接戦をも、ものにしていると。非常にね、ナイスな、リリーフもありました。はい、てなところでね、次はですね、スタメンをね、ちょっと確認していきたいと思っております。この辺あたりに、僕の顔をね、あたりにちょっと画像を出しながら、前日とね、比較していきたいと思います。じゃあね、まずはじめに DeNA から見ていきます。まず DeNA はね、変更点としてはですね、そんなに変更点は今日なくてですね、昨日、センターで1番で出てた梶原選手が今日は、ライトで1番で入っておりまして、で、前日ね、2番ライト渡来選手だったんですけども、今日は、
梶原選手がライトで、桑原選手が、2番センターというところで入っております。で、ショートはですね、昨日森選手8番に入っておりましたが、今日は大和選手がね、ショートに入っておりまして、今日は山崎、投手というところで、まあ、ちょっとね、緊急登板というところで、今日はね、複数の、ピッチャーで繋いでいったというところになっています。で、対するジャイアンツはですね、昨日からの変更点としたら、まあ、サードに昨日ね、坂本選手が入ってたんですが、今日はですね、モンテス選手が初先発というところで、どういう打撃をするのかっていうところが、まあ、非常にね、まあ、見物だなというふうに思ってました。で、昨日赤星投手でね、今日は井上投手というところで、まあ、ジャイアンツ、まあ、緊急にね、相手のピッチャー変わりましたが、まあ、どういう風に打線が、対応していけるかっていうところが、結構ね、今日は鍵を握ってるんじゃないかなっていう風に思っておりました。はい、じゃあですね、こっからはですね、僕が気になったところであったりとか、ここがプロの勝負だなみたいなところをね、できるだけ分かりやすく、面白く伝えていきたいと思います。はい、まずですね、気になったところ、まず1回裏ですね。一回裏、非常に、ピンチを招きましたけども、ジャイアンツがね、0点に抑えたというところでございます。はい、まずワンアウトからですね、桑原選手、ライト前ヒットを打ちまして、で、ワンアウト一塁でね、佐野選手を迎えた時に、ちょっとね、二球目にワイルドピッチがありまして、ランナー三塁まで進められるんですね。これはちょっとね、まあ、岸田選手もすごく難しい、ブロッキングになったと思うんですけども、ちょっとね、二つ類を進塁させるっていうのは、ちょっとね、あまり良くないかなというふうに思いました。まあ、ただ、今日のキャッチャーのね、両チームのキャッチャーの、ワンバウンドのね、対応を見てると、ちょっともしかしたら、後ろが見にくかったのかとか、まあ、ちょっと雨もね、途中降ったっていうのがありまして、非常にね、多分ね、難しかったんだろうなっていうふうに思いました。でですね、ここですね、ツーアウト三塁で牧選手を空振り三振取った場面なんですけど、まあ、ここでね、先制点を取られるのか、抑えるのかってめちゃくちゃ大きいところだと思うんですが、ここでですね、ストレート、ストライク、ストレートでボール、で、ワンワン、で、スライダー、インサイドの低めにスライダーで空振り、で、最後もね、これ、フォークっていう風に書いてるんだけど、ちょっとスライダーっぽく見えましたけどもね、まあ、変化球をしっかり低めに集めてというところで、空振り三振取りましたと。で、今日これ見る限りですね、非常に、ストレートも走っておりましたし、変化球も腕を振ってね、低めに投げれてたんじゃないかなっていうふうに思います。で、2回表ですね、非常に、いい攻撃というかね、モンテスから始まっていい攻撃が始まったんですけども、これもですね、ワンアウトからモンテスがね、これ、三塁線を破るツーベース、まあ、その当たりがめちゃくちゃいいかって言われたら、そうではないんですけども、非常にね、バットの軌道であったりとか、捉える位置がいいから抜けていくんじゃないかなっていうふうに思います。で、岸田選手がワンアウト二塁から、しっかりね、これね、もうセカンドゴロ打ちに行ってるんですね。もう完璧に打ちに行ってるんですよ。で、しっかりランナー三塁にやると。で、ここでツーアウト三塁で泉口選手がね、初球のスプリットをしっかり振り逃げた。で、そしてヒットを打てた。これがね、非常に大きかったですね。やっぱりこう、モンテスが入ってきてね、まあ、ショートの争いであったりとかっていうところが非常に激しくなってる中、存在感を高めてるこの泉口選手っていうのは非常に素晴らしいんじゃないかなって思います。はい。でですね、次気になったところはですね、3回裏ですね。はい、3回裏。この回もね、非常にこう、ピンチを招いたと。いうようなね、ジャイアンツがピンチを招くんですけども、0点に抑えたっていう回になります。はい、これね、結構守備の見えないエラーみたいなのが多かったんですね。どういうことかっていうと、ワンアウトからですね、森選手がね、ショートへの内野安打、記録的には内野安打なんですけど、まあ、ファーストの大城さんがね、ショートバウンドを取ってたらアウトだったと思うんです。で、まあ、それを、まあ、エラーというか、まあ、ちょっと落としてしまって、まあ、内野安打。で、ワンアウト一塁から、梶原選手がね、レフト前ヒット。で、チャンス作られて、で、ワンアウト1、2塁で、桑原選手がショートゴロを打つんですけど、これゲッツーを多分取れたと思うんですね。なんですけど、伊豆選手がちょっとこう取って、送球するまでにちょっとこう握り直してしまったっていうのがあるんで、これゲッツー取れなかったんですね。で、こういう時って大体点取られるんですね、野球って。こういうミスが2つも重なった時ってね。大体点取られるんですけど、ここをね、ツーアウト1、3塁で佐野選手をショートゴロ、セカンドゴロ打ち取ったんですけど、これちょっと配球チャート見ていきましょう。これめちゃくちゃ大事なんでね。はい。先ほど言いましたように、やっぱりこんだけミスが続くと、やっぱ点取られるんですね。僕もこれ、これ多分点取られたなと思ったんですよ、正直ね。ただここで、4球投げたんですけど、全部ストレートいったんですね。それはすごかったですね。まず、ストレートでボールになりますと。で、ストレートでストライク取りますと。見逃し取って、ワンワンで。ここでワンワンで、次、インサイドにボール行くんですね。多分、ストレートって書いてますけど、まあ、ツーシーム系だと思うんですね。で、
インサイド意識させますと。で、次外勝負でしょって思わしといて、もう一回インサイドまっすぐ行くんですね。で、それで詰まらしてセカンドゴロっていうところで、まあ僕がさっき言ったように、こんだけミス重なってたら、まあ点取られても仕方ない場面だと思うんですけど、そこをしっかりね、特にストレートという球種で、インサイドね、3球目、4球目投げ切って、佐野選手ね、好調だと思うんですけど、それをしっかり抑えれたっていうのは、こう、井上投手がね、しっかりこう、成長してる証じゃないかなっていうふうに僕思ったんですね。はい。でですね、次ですね。5回もって見ていきましょうか。これ点取った回なんですけど、ジャイアンツかね。ワンアウトから、これね、吉川選手のピッチャーへの内野安打。これもね、まあ、森投手かな。すごく難しい打球にはなってると思うんですけど、まあ、その、まあ、内野安打というふうに なってます。で、ワンアウト一塁でヘルナンデス選手が、まあ、空振り三振するんだけども、まあ、3-2 からね、ランナーをスタートさせてたんで、まあ、スチール成功というところ。で、ここですよね、2アウト2塁で岡本選手、これ、センターオーバー打つんですけど、ちょっとこれもね、配球チャート見さ、やっていきましょうか。非常に重要な、ところですね。これね、まあ、森投手というところ、まあ、今日ね、非常にこう、急遽ね、ピッチャーが投げてるっていうところがあって、ちょっと、不遇なところというか、可哀想なところあるんですけども、ここね、非常に面白い勝負でした。カットボール、ボール、カットボール、ボールで、2ボールになるんですね。で、こっから面白かったのが、2シーム2球いって、インサイドで2球ストライク取ってるんですよね。で、まあ、岡本選手の頭からしたら、あ、2球くんのかと。で、森投手って、まあ、ナックルカーブというかね、カーブがね、結構特徴的だったりするんで、この2球ツーシームインサイド行ってから、多分、カーブの意識っていうのは強かったんじゃないかなと思うんですよね。で、そこでフォークボール行くんですね。で、ボールになると。ここで決めたかったですよね、正直。森投手ね、この、5球目のフォークですよね。ここで決めたかったんですけども、それがボールになると。で、最後6球目でそのもう一丁フォーク行くんですけど、これがね、高めに浮いてしまってね、これを打たれるというところで、岡本選手はね、もしかしたらカーブという球種も、もしかしたら来るかもしれないって頭に入れながら、フォークボールを打ったような形になるんで、非常にね、二段構えと言いますか、非常にね、ナイスバッティングだったと思うし、やはりね、高めに浮いたフォークボールって、まあ、簡単に言ったらめちゃくちゃ打ちやすいんですよ。だから、ピッチャー、投げる側からするとですね、そこはやっぱりね、気をつけて投げていかないといけないんじゃないかなって思います。まあ、ただ、5球目をね、見送ったっていうところで、非常にね、ピッチャーからしたら、厳しい場面になってしまったんじゃないかなって思いました。はい、次見ていきましょう。はい。で、次、6回裏ですね。6回裏見ていきましょうか。これも、ピンチを迎えるとジャイアンツがね、でも抑えるというところなんですけど、まあ、先頭、桑原選手にフォアボール出すんですよね。出すんですよ、この回に、6回裏ね。で、これ実はこれ、初めての先頭バッターかなっていうふうに思うんですけど、先頭バッター出塁かなと思うんですけど、で、ノーアウト1塁で佐野選手が、セカンドゴロ。で、2塁投げれないと。もう非常に、1、2塁間のね、打球。で、ワンアウト2塁で牧選手のサードゴロ。これもでかかったですね。しっかり打ち取れたっていう牧選手をね。で、ここで、2アウト2塁ってなった場面で、これ宮崎選手と勝負をするのか、はたまたこう山本選手と勝負するのかという選択があって、宮崎選手、山本選手ともにどちらも2打席凡退してるんですね。ただ、そこで宮崎選手、まあベテランの、力であったりとか読みであったりとかっていうのもありますし、やはり怖いというところで、申告敬遠するんですね、宮崎選手をね。で、ここで2アウト1、2塁で山本選手。で、まあ、結果的に、サードゴロに打ち取ったんですけども、これもですね、非常に、素晴らしい配球でした。というのも、牧選手に対してめちゃくちゃインサイド行ったんですよ。うん。インサイドめちゃくちゃ意識させたんですよね。で、サードゴロに打ち取って。で、まあ、ランナーが2塁いたっていうところであって、まあ、流されたくないとか、右方向に打たれたくないっていうのがあったんで、まあ、インサイドを非常に、多投したと思うんですけど、まあ、それはやっぱり、後ろのバッターっていうのは見てるんですね。で、そこで山本選手ね、これ、フォークボール、ストライク。で、ストレートでストライク。2球でツーストライク追い込みますと。で、ストレートでボール。フォークボールでボール。ストレートでボールっていう風になるんですけど、全部アウトコースで攻めてたんですね、それまでね。うん。だから、まあ、その前のバッターに対して、牧選手に対してインサイド行ってるから、まあ、インサイド意識あるだろうっていう風なところも含まえて、アウトコースで勝負してたんですね。で、どんどんそのアウトコースで勝負してたら、次は山本選手がどんどんこう被ってくるというかね、アウトコースに重心が寄ってくるんですね、狙いが。で、そこで最後に、インサイドのストレート行って、詰まらしてサードゴロっていうところで、非常に素晴らしい配球だったなと思うし、投げ切ったね、この井上投手っていうのも、今日ね、しっかり腕振ってね、変化球、まっすぐ共に投げてたと思うし、まあ、岸田選手を信頼して投げてるなっていう感じがすごくしたんで、非常に素晴らしい投球だったなっていうふうに思います。でですね、次7回裏行こうか。7回裏行きましょう。まあ、この回、点取られた回なんですけど、まあ、先頭ね、
まあ、高梨さんがこの回投げてて、フォードにホームラン打たれると。すいません。ライト前ヒット打たれると。で、ノーアウト一塁で山本選手にバント成功。で、ワンアウト二塁でピンチヒッター松尾選手がショートゴロ。で、ここですよね、ツーアウト二塁、梶原選手。で、空振り三振の場面なんですけど、これもね、危なくて正直。二球目にワイルドピッチあって、で、ランナー三塁いってるんですよ。だから、ツーアウト三塁で梶原選手という場面で、これね、すごく面白かったんで、ちょっと、配球チャート見ていきましょう。これね、これもね、岸田選手ね、いい配球だったと思います、マジで。というのも、先ほど言ったじゃないですか、2球目ワイルドピッチあったよって言ったじゃないですか。これ実は、シュートボール、シュートがですね、引っかかってワンバーになって、後ろ反らしてるんですね。っていうことは、キャッチャーからしても、やっぱり、シュート引っかかってるなって。普通だったら、ちょっとシュート、ちょっと調子悪いな。じゃあスライダーに切り替えようかとか、まっすぐに切り替えようかって思いがちなんですね。で、ましてやね、ワイルドピッチもしてるし、っていうところで、普通に切り替えがちなところなんですけど、これね、すごいのが、6球いってるんですよ。全部6球いってるんですけど、全部シュートで攻めてるんですよね。それがすごく面白い。シュートで、まず、ファール取って、シュートで、空振り取って、で、ツーストライク追い込むんですね。で、ここで、シュートでボール。シュートでボール。で、シュートでファール取って、最後、もう一回最後シュート行って、インサイド空振りっていうところで、まあ普通で言ったらね、左対左って、スライダーっていうのがやっぱ左バッターに頭あるわけですよ。うん。自分から遠く逃げていくボールだから、やっぱり、まあ、対になるボールですよね。シュート。自分の体の方に向かってくるボールと、スライダーっていうのが、まあ、セットになってるわけですね。だから、シュートが、まあ、ある程度来たら、まあ、次、スライダー来るやろって、やっぱ、思うんですよ、やっぱり。で、そこで、岸田選手はそれ裏書いて、それましてやね、これワイルドピッチしてる中ね、この球種をスライダーに変えてしまったら逆にね、相手に狙われやすいっていうのもあったのかもしれないけども、そこで全部シュート行くんですよ。6球とも全部シュート行って、で、結果、高梨投手もそんだけね、同じ球種を続けられたんで、修正してね、最後。修正して、インサイドで投げ切って三振取るんですけど、これね、投げ切った高梨さんもそうですけども、これようね、シュートという球種を全部出したなと思いました。僕がキャッチャーだったら怖くて、多分ね、ワイルドピッチの危険性とか、怖くて多分スライダーに切り替えてると思うんですね。で、ここを全部シュートで乗り切ったっていうのは、これね、今後の梶原選手の対応もそうですし、ここのね、その、岸田選手のこの配球の幅の広さっていうのが、僕、本当に、すごいなっていうふうに思いました。はい、でですね、これめちゃくちゃ大きいプレーだったんで、紹介させてください。8回裏ね、ピッチャーケラー変わってますと。で、2アウトランナーなしから、牧選手の、レフトフライあったんですよ。めちゃくちゃ大きいフライ。で、フェンスの手前だったんですけど、これね、この回から入った若林選手が、ジャンピングキャッチして、取るんですよね。めちゃくちゃでかいプレイ。これで2ベースとか、もしかしたらクッションによっては3ベースとかなってたら、これもうわかんなかったんですけど、これをアウト取るっていうのはね、本当に大きいと思うし、若林選手マジででかいなっていうふうに、このプレイね、思いました。で、最後9回の大勢出てきて、先頭ね、宮崎選手だったんですけど、これまあ、ファーストカズマがエラーしてしまって、ノーアウト1塁で山本選手がバント一発で決めると。この感じちょっと点取られそうやなと思ったんですよ、正直。で、ワンアウト2塁から森選手、セカンドゴロ。で、ツーアウト3塁でピンチいった渡来選手というところで、非常に痺れる場面だったんですけど、まあ最後レフトフライを打ち取ってね、まあ、1点差をものにしたんですけど、まあその最後のね、大勢と渡来選手の勝負見てても、ちょっとワクワクするよね。まあ、勝敗はね、絶対ね、大事だと思うんですけど、その、力と力の勝負じゃないけど、ちょっとね、二人とも、なんか、勝敗は絶対大事なんだけど、その、非常にこの勝負を楽しんでるっていう感じがあって、久しぶりにね、なんか野球を見てて、なんか、あ、こういう野球って、なんかちょっと昔前あったよなっていう感じに、すごく、思いましたしね。なんか非常に、なんかその、ああ、プロ野球っていいなってなんとなくね、思いました。すごい球も投げてましたし、渡来選手もね、なんとか対応して、しようとは思ってたんですけども、非常にね、なんかその、二人ともなんかその、なんか楽しそうにやっててね、なんかすごくこう気持ちがほっとしたというか、ほっこりしたっていうのがね、ちょっと最後ありました。ってな感じでですね、まあ、ジャイアンツね、2連勝というところで、ほんと気持ちいいですね、勝つのって。うん。で、やっぱりこう、ああ、負けそうだなって、負けても仕方ないなと思ってるところで、勝利をもぎ取るっていうのは、なんか非常になんか、2倍嬉しいし、なんかそのね、もし明日負けたとしても、まあ2勝1敗で勝ち越してるんで、非常にジャイアンツからしたら、まあ明日の試合っていうのは、まあ気楽にじゃないですけど、
まあリラックスしてじゃないけど、ちょっとこう気持ちが楽な形でね、臨めると思うので、逆にまだね、いい成績が出たりとか、そういったこともあると思うので、非常にね、ジャイアンツね、今ね、状態がいいというところで、今後もね、しっかりね、みんなでカバーし合いながら続けていってほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。今後もどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあ、バイバイ。